TWICE のナヨンが初のソロアルバム I'm ナヨンをリリースします。そのトラックリストが JYP エンターテインメントから31日午前0時公式 SNS を通じて公開されました。5月19日にはナヨン待望のソロデビューが発表されましたね。さらになんと2年前からソロデビューの準備が進んでいたことが明らかになりました。以前の動画で詳しくご紹介しておりますため、気になった方はそちらもご覧ください。24日には I'm ナヨンの予約がスタートし、ジャケット写真が公開されました。それがこちら。かわいい。最新の発表によると、アルバム I'm ナヨンの収録曲は7曲。タイトル曲ポップ、ノープロブレム、フィートフィリックス、オブストレイキッズ、ラブカウントダウン、フィートウォンシュタイン、キャンディフロス、オールオアナイト、ハッピーバースデートゥーユー、夕日だけ綺麗だ。収録曲の発表に加え、タイトル曲ポップの音源をなんと TikTok で一部公開。タイトル通りポップな曲調で、ポップポップとリズミカルで明るい雰囲気の楽曲がナヨンのイメージにぴったりだとファンの間で盛り上がりました。ナヨンらしい曲だね。めっちゃ可愛い曲、素敵です。楽しみでしかない。 TWICE からソロアルバムがリリースされるのは今回が初めて。本名のイムナヨンが入っているアルバム名のアイムナヨンは、私がナヨンだという新たな挑戦への自信を感じさせくれますね。それだけに収録曲の作り込みもすごいみたいです。5番トラックオールオアナイトの作詞はナヨンが単独で担当。3番トラックラブカウントダウンフィートウォンシュタインは作詞を共同で制作。特にノープロブレムとラブカウントダウンの2曲はそれぞれストレイキッズのフィリックス、ラッパーのウォンシュタインとコラボします。 TWICE がこれまで発売したアルバムの中で初めて他のアーティストがフィーチャリングした楽曲が収録されています。ナヨンのソロデビューアルバム I'm ナヨンは6月24日13時リリースです。一体どんな姿を見せてくれるのでしょうか。期待と妄想が膨らんじゃいますね。今回のお話はいかがでしたか。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。